川越守は北海道出身の日本の作曲家。1984年に札幌市民文化奨励賞、1986年に北海道文化奨励賞を受賞している。北海道を中心に活動した作曲家で地域の演奏団体、劇団等のために100曲を超える作品を作曲した。1952年に北海道大学へ入学し、 北海道大学公共学団へ入団。1955年には北大公共学団の常任指揮者に就任した。1956年に教育学部教育学科音楽専攻を卒業後、1987年まで北海道学芸大学で非常勤講師を務めた。1960年より作曲活動を開始し、主な作品として北海の幻想。 札幌市の鹿、市民の歌、公共詩、札幌などが知られている。1971年には第4回北海道芸術新賞を受賞。1970年から札幌大谷短期大学、および1983年から北海道教育大学岩見沢校で1998年まで非常勤講師を務めた。1980年に 北海道公共楽団を設立し、団長及び常任指揮者に就任する。1988年からは、北海道栄養短期大学教授となり、2001年から2003年までは、北海道文教大学短期大学部副学長を務めた。2008年に、平成20年度札幌芸術賞を受賞。2017年9月10日には1960年に、作曲した。 祝典序曲、エルムの鐘を CD 化するため、肺がんで闘病中でありながらも車椅子で指揮を取り、これと一緒に録音した、宮古ぞやよが最後の指揮となった。2017年12月9日札幌で営民。ほか、ありがとうございます。